都営バス、千住営業所。都営バス、千住自動車営業所は、東京都足立区梅田に位置する、都営バスの営業所で、日光街道沿いに位置し、主に、足立区から、北区、台東区内へ伸びる路線を担当している。最寄り停留所は、千住車庫前で、東京都交通局の職員住宅である、千住寮が隣接している。営業所記号は H を用いる。ナンバーは、足立である。 運用エリアの西側が来た営業所及び、菅も営業所。南側が、南千住営業所となるが、里48系統を除きた営業所と、共感している路線はない。終戦時にはすでに、西新井橋、現、千住桜木、道館山下間が開通していた歴史の古い路線。その後、西新井橋浅草琴吹町館の延伸から、浅草琴吹町柿柄町、 足立梅田町西新井橋、柿原町東京駅と徐々に路線を延長し、1958年に、足立梅田町浅草と飛吹町東京駅、八重洲口間の運行となる。しかし、1966年に、現在の草41系統の前身である11系統、足立梅田町浅草と飛吹町と65系統、ク里駅東京駅八重洲口に、分割。 1972年の系統番号変更により、旧11系統を草41系統と解消して、現在に至る。1981年の再建計画では、足立梅田町日暮里駅間への短縮、区間変更も検討されが、再編実施対象から外れた。足立梅田町を放水路土手下妻において、大型車同士のすれ違いが困難なことから、 中型車による運行が主体のため混雑時間帯が多いが、卓脚時7月第3木曜日の足立花火大会や隅田川花火大会、入谷朝顔市には輸送力が不足するため大型車が運用されることがある。中型車が徴用されている理由としては、千住車庫足立梅田町の改装経路に境外区間があるためで、出港は千住車庫から日光街道に出た後、 東部スカイツリーライン沿いに梅田七丁目を経由して、足立梅田町へ向かう。入庫は、足立梅田町北側の定次路を右折し、梅島駅南側の交差点から旧日光街道を通って、千住車庫に着く。前身である旧十三系統は、終戦時まで遡り、現在の千住営業所が担当する路線では草41系統と並んで歴史の古い路線。 1949年には旧201系統と統合し、千住者小前引く新橋駅間を結ぶ長距離路線となったが、1972年に草43系統に変更され、1973年3月に浅草橋新橋駅間が廃止された。その後、 東神田への再延長を経て平成に入ってから1990年3月の浅草がみ門までの再短縮2004年の戦住社湖前から足立区役所間の延伸が次々となされた2015年4月4日からと休日における浅草がみ門バス停周辺の混雑に伴う定時運行困難を理由にと 休日に限り浅草こと飛吹町発着へと変更され、現在に至る。この区間短縮に伴い、浅草周辺での祭事による短縮運行がなくなる。足立区役所三ノ和駅間は、日光街道、三ノ和駅浅草こと飛吹町間は、国際通りを経由し、足立区、荒川区、台東区を、ほぼ直線的に結ぶ、南北縦乱路線となっている。先住者駒発便は、 車庫西側、旧日光街道上の乗り場から発車する。なお、千住車庫前から、足立区役所間の出入庫の際は、O49 出入として、営業運行される。この千住営業所の所管の表示は、高等、菅も、早瀬川を除く、営業所の内部表示器では、車庫前と、前がつくが、行き先表示器には、前がつかない。しかし、営業所の路線は、 千住車小前と前の字が表示されている。北千住駅から田端駅を経由して駒込病院へ向かう。開通は1951年昭和26年3月1日で、当初は滝の川営業所、現北営業所の管轄だった。系統番号の単は田端駅のことで、北営業所の東43系統と同様に、 駒込病院を発着することから、リフト付きバスが導入された当時は本系統に優先的に配車されていた。駒込病院業は、駒込病院、校内まで運行する。北四十七系統は、北千住駅を起点として、足立区の中央部を、東部スカイツリーラインに交わる形で並行しながら、日光街道経由で循環する路線で、1975年1月1日に、 開通した。日光街道竹の塚駅間は往復する形で、立ち寄るが、竹の塚駅苑の運行は、東部バスと一部経路が重複するため、毎時一本弱の運行にとどまっている。北千住駅前と足立区役所を結ぶ役割があるため、平日開長時間帯の北千住駅方面並びに、竹の塚駅方面の平日の一部のバスは、区役所構内に乗り入れる。当初は、 足立チ清掃工場発着の北47系統と、竹の塚駅発着の北48系統に分かれ、北47系統は、竹の塚駅によらずに、日光街道を直進していたが、1982年12月26日に、統合の上北47系統に一本化、足立チ清掃工場発着便も竹の塚駅に、立ち寄るようになった。北48系統は、 千住車庫前から上野駅秋葉原駅新橋駅間の路線をルーツとする。日暮里駅と三沼台浸水公園駅を日暮里トンネルライナーに沿って結ぶ路線。この路線はもともとは菅野営業所の単独召喚だったが1990年平成2年7月に参入して共管となっていた時期がある。しかし2006年 平成18年に東営業所の管轄便は一旦なくなった。その後、菅も単独に戻った後に2008年、平成20年3月に南千住営業所、2012年、平成24年4月に北営業所が参入する。そして2018年、平成30年4月に南千住営業所から千住営業所に管されたため、再び参入し、東営業所と菅も営業所、 北営業所の体制となる。1970年3月21日に運行を開始した。開通以来駒込駅南口までの運行だったが、1991年の南北線開業に伴い、王子駅までに短縮された。平日朝夕ラッシュ時は、王子駅、王子五丁目大乗沼田団地間の需要が非常に高く、特に朝の王子方面は常に満員に近い。 利用状況である。また、足立区の東西方向は、鉄道がないため、公共交通機関としては、東部スカイツリーラインを東西に横切る数少ない存在であり、足立区内地域間の相互連絡の役割も併せ持っている。本線と売り返しの並行する王子駅島根3丁目間の、データイムの運行頻度は、毎時後から6回程度、異変は2から3回程度である。 王子西新井間は、o 40系統と競合するが、o 49系統が、館7、鹿浜橋経由であるのに対して、o 40系統は、都道307号、港北橋経由である。2010年4月1日、o 49、折り返し系統にハートアイランド経由便を新設し、同地区から、足立区役所へのアクセスが改善された。 2016年4月1日、上、沼田団地発着便をすべて、港北駅まで延長した。足立区役所発着便のうち、ハートアイランド東経由の LED は、O55 系統と同様に、ハートアイランド新殿のロゴを表示し、方向幕は、北区上谷町経由がオレンジ色、ハートアイランド東経由が黄色となり、先住者狛江発着便と区別されている。 1989年4月10日に開通した。当初は、菅も千住、高等営業所の3営業所体制での運行だった。同年12月15日には、土休日のみ、運行の東22平均等が設定されるも1993年3月に、廃止、同時に高等営業所が撤退する。後に、 戦時営業所も1996年に撤退。菅も営業所の単独となった後、2000年12月に、高等営業所へ再移管。2001年7月には、平日朝夕のみ、後に朝のみの運行となっていた。その後、鳩橋委託路線化に伴う、臨海支所への移管と、東二0を付け等への変更を経て2012年、平成24年3月31日限りで廃止。 王三30、三十31系統ともに1970年、昭和45年に運行を開始、当初は、それぞれ143校、143おつ系統を、名乗った。その後王三31系統は1990年、平成2年12月に廃止され、王三30系統も2003年、平成15年4月に、足立区役所を境に分割。 亀有川側があり三十系統となった、同時に東部との相互乗り入れを解消。u 三十系統は2006年、平成18年4月に、青都市所に遺憾、鳩バス委託となった後に2013年、平成25年4月をもって廃止。なお、王子側は、O49、折り返し系統として、現在も運行されているほか、O30 系統もツイに便ながら、 東部が引き続き続運行している。1991年、平成3年7月に、墨田区の要望を受けて開設された。当初は、千住営業所と、青砥市所の共管だったが、2003年、平成15年4月に、全便南千住営業所へ移管。その後は、と、バス委託の上、青砥市所へ再移管される。墨田区、コミュニティバス。 墨田、百景北西ブルートと競合になったため、2015年、平成27年3月31日限りで廃止。1969年、昭和44年10月の都電外4次撤去で廃止された31系統の大体。東京球場を終点としたのは、三輪橋周辺に当時適当なバスの折り返し所がなかったためで、 球場への観客輸送を最初から意識したものではない。東京スタジアムの閉鎖に伴い、1973年、昭和48年に三ノ輪橋折り返しへ変更。1975年には、浅草橋打ち切りとなり、系統番号を目差40系統に変更された。交通局、第二次再建計画により、1977年、 昭和52年12月15日限りで廃止された。都電第4次撤去で31系統と同時に廃止された21系統の代替路線。当初は都電時代と同様に水天宮まで運転したが、英断地下鉄日比谷線と完全並行だったためほど、なくして秋葉原駅までに短縮される。東京スタジアム閉鎖で存続の意味を失い、1974年、 昭和49年1月31日限りで廃止された。30系統として1950年5月に開通した竹の塚駅新橋駅間の路線が最初。都電第4次撤去と同時の1969年、昭和44年10月26日付で、上野広小路新橋駅間を短縮。系統番号再編成で上48系統を名乗る。 第2次再建計画に伴う、追加の路線再編成により、1978年、昭和53年11月1日付で、千住2丁目上野広工時間を短縮の上起点を、北千住駅に変更、北48系統となる。さらに、第3次再建計画に伴う路線再編成により、1982年、 昭和57年12月26日付できた47系統の一部として統合された。交通局と東武鉄道の共同による東京都心直通路線の第一弾として1947年昭和22年6月25日に営業を開始した。1960年代に入ると東武伊勢崎線と A 段地下鉄日比谷線の相互乗り入れによって距離客が鉄道へ流出。 日光街道の渋滞が激しくなると、次第に利便性が低下し、1971年、昭和46年1月31日限りで廃止。千住車子前と保機間の間について、30系統を延長して、大体とした。国際工業バスの川口鹿浜線と赤羽鹿浜線をベースに、13系統とつなぐ、形で1949年。 昭和24年11月1日に開通。1970年、昭和45年に浅草雷門までに短縮され、翌1971年、昭和46年11月20日限りで全線廃止。川口駅と鹿浜の間は国際工業バスの川21系統、千住桜木と浅草の間は草43系統として現存する。 国際工業バスの川口鹿浜線と赤羽鹿浜線をベースに13系統とつなぐ形で1949年昭和24年11月1日に開通1970年昭和45年に浅草雷門までに短縮され翌1971年昭和46年11月20日限りで全線廃止川口駅と鹿浜の間は 国際工業バスの川21系統、千住桜木と浅草の間は草43系統として現存する。1965年、昭和40年9月25日に開通。千住2丁目では、旧、足立区役所周辺をループしていた。千住側の利用客が少なく1969年、昭和44年8月31日限りで廃止となった。 押し上げ、東向島から墨田2丁目にかけては1990年代に入って、墨38系統が設定され復活。2015年4月の墨38から二式40系統へのリニューアルにより、禁止町駅から押し上げ、東向島、白髭橋を経て、墨田2丁目への路線も46年ぶりに復活した。 都営バス初のシニア急行バスとして1990年、平成2年12月10日に東部と共に開通。1994年、平成6年4月4日限りで都営が撤退、東部の単独運行となる。その後は停留所の新設や始発を東京駅に変更するなどして、現在に至る。指定車種、三菱ふそうこの歩かいつ日野、土、トラックス、旧、 日産ディーゼルの車が在籍している。2004年度以降は、イスズエルが、日の、ブルーリボンの比率が高まり、指定車種である三菱不走の比率は下がってきている。1997年度には、ノンステップバス最初期群の車両である、日産ディーゼル富士重工ボディのノンステップ車両、ウーア460カム、D221.222 号車が配置され、 主に草43系統で運行されていた。中型ロングサイズの車両はエアロミディ MK が配置されている。かつては、日野、レインボー HR も配置されていたが、短期間で品川、杉並、菅野へと転出している。なお、大塚支所に次いで、ノンステップバス導入率100%を達成している。逸話ナンバーの交換も L785M 台。 R617R618S647S648W427W431Z 台 A 台 B750B752 が交換済み2018.3五現在。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。